今日はですね、民数記の22章なんですけれどもですね、モーセの生涯ということでずっとこう聖書を礼拝の時間に見てきております、まあ、そもそもですね、モーセの生涯のシリーズということを私がこれやりますと言いながらもですね、ちょっとこう躊躇があった。躊躇があるというのは、モーセについて学ぶことに対して躊躇があったのではなくて、こう聖書を読むときに私たちがこう聖書を読む原則といいましょうかね、そういったことで心に留めなければいけないということをですね、こうモーセという名前を出すことによって、それがちょっとこう後ろに行ってしまうかもしれないということなんですね。それはまあ私たちはやはりこう自分自身の信仰の糧になることを聖書から学びたいという気持ちで聖書を見ますので、モーセがどのように祈ったのかとか、モーセがどのように従ったのかとかですね、またモーセがいればまたイスラエルの人々もいるわけで、イスラエルの人々がどのようなその、まあ、神様に対するですね態度を表したのかっていうようなことが非常にこう気になる。もちろん、それでいいわけですけれども、しかし旧約聖書を読むときに私たちが忘れてはならないのは、それは個々人の信仰、それも模範として私たちはそれに目を留めるんですけれども、神様が、聖書がおっしゃりたいことは、それはイスラエルの民全体がどのように導かれていったのかということなんですね。ですから、そういう意味でですね、モーセという人物だけでなく、モーセも含めたところのイスラエルの人々全体がですね、どのように、まあ、導かれていったかっていうことなんですね。まあ、そういう意味で今日の、まあ、話っていうのはですね、そういったことにちょっとこうもう一回目を向けさせる大事なところかなというふうに思っております。ちょっとですね、絵を見ていただきながらですね、まあ、今日はバラクおよびバラム、これ名前が似てるんでごっちゃですね、バラクという人とバラムという人のですね、まあ、話をしたいと思うんですが、ちょっとじゃあ絵を見ていただきながら、このバラクとバラムの話は3章にわたってとても長いので、それを全部読むわけにはいきませんのでですね、ちょっとこう話をしていこうと思うんですが、イスラエルの人々はですね、さらにこう約束の地へと歩みを進めていくわけです。で、先週はですね、民数記21章の前半の青銅の蛇の出来事をこう教えられましたけれどもですね、その後21章の後半におきまして、イスラエルに対してですね、アモリ人のシホンという王が攻めてきました。それから、バシャンの王のオグという王がですね攻めてきました。その、シホンやオグに対してイスラエルは勝利を収めたんですね。そのことは周辺の人々に非常にこうですね波紋を呼んでですね、エジプトを出てきたイスラエルという民が随分強力らしいという、ね、そういうような噂が広まっていく中でのですね今日の出来事なんですね。では、絵を見ていただきながらですね進もうと思います。まず一つ目の絵ですね。シホン王やオグ王を倒したイスラエルの噂は周りの国々に一気に広まりました。万軍の主なる神が導くイスラエルには到底かなわないと近くの国の王たちは恐れを覚えました。モアブの王バラクはメソポタミアのユーフラテス川流域のペトルに住む異教の預言者バラムに使いを送りました。使いは、ここにエジプトから出てきた民がおり、今や地の表を覆い、私のすぐそばに住み着こうとしている。この民は私より強いので、どうか今すぐ来て、この民を呪ってもらいたい。そうすればおそらく、私はこれを打ち破り、この地から追い払うことができるだろう。あなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを私は知っていると言いました。異教の預言者でありながら、真の神様を知るバラムは、神様から、あなたは彼らと一緒に行ってはならない。その民を呪ってはならない。その民は祝福されているからである。と言われて、バラクからのですね、使いの願いを断りました。次の絵参ります。そこでバラク王はもっと位の高い家来をバラムに送りました。バラムよ、イスラエルを呪えばどんなお礼もする。しかしバラムは神様から、バラムよ、言ってもよいが
私の言うことだけを伝えなさいと言われました。3つ目の絵いきます。バラムは神様が自分をバラク王のところへ行かせたくないのを知っていましたけれども、ロバに乗って出発しました。神様は怒りを発せられました。4番目の絵いきます。神は天の御使いを使わしました。ロバはそれが見えたので避けようとしました。バラムはロバに向かって道に戻るように言いますが、ロバは前方に天使がいるためにそれを避けようとします。それを3回も繰り返したため、バラムはロバを鞭で打ちました。次の絵に参ります。するとなんとロバが口を開きました。私があなたに何をしたというのですか。私を3度も打つとは。ロバが喋った時、初めてバラムの目が開かれ、天使が見え、バラムはすぐにひれ伏しました。天使は言いました。このメロバは私を見て3度私を避けようとした。もしメロバが私を避けようとしなかったら、今頃私はメロバを生かしあなたを殺していたであろう。この者たちと共に生きなさい。ただし私があなたに告げることだけを語りなさい。6枚目の絵に参ります。バラク王はバラムがやってきたので喜んで迎えたが、バラムは言いました。神様が祝福されたものを私は呪うことができません。そんなやりとりが3回繰り返されました。そしてバラムはイスラエルを祝福することが神の御心にかなうことを知り、積極的にイスラエルの将来に対して予言の言葉を伝えました。私には彼が見える。しかし今この時ではない。私は彼を眺める。しかし間近にではない。一つの星がヤコブから出て、一つの尺がイスラエルから立ち上がり、モアブのこめかみを打ち、シェトのすべての子らの脳天を砕く。こうしてバラク王からイスラエルを呪うように頼まれたバラムは、神から伝えるように言われたことだけを伝えてイスラエルを祝福しました。そこまでです。ずっとですね、モーセの生涯のシリーズということで読んできましたけれども、この民数記の22章から24章までがこのバラクとバラムの話なんですが、ここにモーセはほとんど出てきません。イスラエルの人々もほとんど出てきません。ですから非常に読んでるとちょっとこう違和感を感じると言いましょうか、風変わりなですね、こうストーリーが入るなと。もちろんこのバラクとバラムの向かい側にですね、イスラエルの人々がいるわけでですね、姿を消したわけでもないんですが、モーセがどう祈ったとかですね、イスラエルの人々がどうしたとか、そういうことじゃなくて、あくまでもバラクとバラム、そして神様のですね、やり取りがここに出てきているというのが、こうちょっとこう変わっている、不思議な物語だなっていうふうに思わされるんですね。今日はですね、ここからまた3つのお話で、3つのですね、ポイントでお話をしてまいりたいと思ってますが、まず1つ目に申し上げたいことは、必要のない恐れ。バラクは必要のない恐れに駆られてこのような行動をとっていたということですね。バラクはモアブという、国の民族の王様でありました。聖書、旧約聖書特に読んでいますと、いろんな民族の名前が出てきてですね、もうどこだかよく分かんないですね。とにかくイスラエルとユダという名前以外は全部外国人だろうっていうね、そんなことでさらっと流してしまうかもしれませんけれどもですね、これ、皆さんあまり今日お手元で聖書ないかもしれませんが、ぜひですね、家に帰って、そして聖書の後ろを見ますと地図がありますので、それで見ていただいて、モアブってこの辺りの人たちなんだ、そういうことを分かるともうちょっと面白くなるかもしれません。モアブはぜひ覚えておいてほしい名前なんですね。それはモアブというのはもともとはアブラハム、
アブラハムの甥にロトという人がいました。覚えていらっしゃいますかね。ロトの子孫なんですよですね、アブラハムの甥のロト、やがてアブラハムとロト、最初アブラハムとロトは一緒に生活していますが、2人ともたくさんのですね家畜の群れを持つようになって、一緒にもう多すぎて生活できなくなったので、ロトは独立するんですよね。独立してアブラハムとは違う地方の方に自分たちの拠点を築いていくようになっていきますけれどもですね、そのロトの子孫が、アンモン人とモアブ人なんです。アンモン人というね、名前も旧約聖書に出てきます、ね。でそのモアブ人ですから、まあ、イスラエルにしてみたらですね兄弟民族みたいなもんなんですよ。そのことは明確に告げられていますね。まあ、そういうモアブ人なんですけれども、しかしとにかくですね、エジプトからイスラエルですね、そういうのが来たということでですね、それで非常に恐れを覚えたわけでありますね。アモリ人の王シホンとかバシャンの王オグって、そういう王様たちを倒して、そんなにですね弱い王様じゃなかったはずなんですね。むしろモアブ人たちもこの王に圧迫受けててですね、自分たちを苦しめた王を倒したイスラエルってどんな強い民なんだっていうことでですね、自分たちも同じ目に遭うんじゃないかという、そういう危機感を抱いたわけであります。しかしこれはモアブ人、モアブの王にとっては恐れる必要のないことでありました。それは、まあ、今日は民数記を開いていますが、その次の申命記ですね、申命記において神様がこのようにイスラエルの人々に命じているからですね。申命記2章9節、モアブを敵視して戦いを挑んではならない。私がその地を領地としてあなたに与えることはない。あるはロトの子孫に領地として与えた、というふうにモアブの領地は一切イスラエル民族に与えない、許さないって言うんですね。こう言ってるわけです。なぜならばロトの子孫だから、親戚です、兄弟です。しかしモアブは、まあ、イスラエルの親戚民族とはいえですね、誠の神様を知らないでですね、こう来てるわけです。ですからイスラエルの背後に誠の神様の力が働いているということは、まあ、分かってなかったんですよね。ですから このような恐れを抱いてしまったわけです。イスラエルというですね、強い民族が来る、なんとか自分たちを防衛しなければならない。神様を知っていれば、誠の神様が背後にいるということを知っていれば、これは恐れる必要のなかったことではないかということです。先日ですね、まあ、ある初めての方にお会いして、まあ、クリスチャンの方なんですけどね、まあ、短くお話しする機会があってですね、まあ、そのお話の中でその方はですね、神様は最善しかなさらないということをですね、まあ、言われたんですね。で本当にこう、まあ、その会話の中でですね、そういうふうに言われてですね、あ、それは、まあ、私とさっきこう伝道師とこう2人でこう その方の話を聞いたんですけれどもですね、本当にこう自分たちに対する、まあ、神様のメッセージだったんじゃないかって、まあ後でですね言ったわけですね。神様はこう最善しかなさらない、そういうふうに思うべきだ、私はそういうふうに思ってきた、ね、それ思い込みじゃないのって言われちゃうかもしれないけど、でもそうやって思ってるんだ、でも本当にその通りだなと思ったんですね。神様がご存じなく怒ってることはないんだ、まあ、それをですね聞かされて、あ、なんと本当に、まあ、私自身もそのように申し上げてきたと思いますけれどもですね、でもこう何かこう素直にクッと心の中に入ってくるものがあったんですね。あ、神様は最善しかなさらない、もちろんその最善になさるなさり方とか物事の進み方が全部見えるわけじゃないしですね、次はこうしますよ、次はこうしますよと神様が教えてくださるわけではないので、これからどうなっていくのだろうかと見えない時は確かにあるんですけれども、でも神様は最善しかなさらないし、神様がご存じないところで怒っていることはない。私たちがそのことを知っているならばですね、もちろんそれでも不安はあるかもしれない、答えが出るまではそれでもですねドキドキしながら祈っていく日々かもしれない、でも私たちは神様は最善しかなさらない、そのことを忘れたくないと思うんですね。モアブはこの時に誠の神様がなさるということを知らずに、向かってくるイスラエル、自分たちを攻撃するはずのない人をですね恐れてしまって、
そして、まあ、バラムというですね、まあ、預言者を呼ぶということになってしまったわけですね。2番目に申し上げたいことは、そのような中で私たちは神様の働きっていうのを見ようとすべきであるということですね。神様の働きを見るということです。13節と14節を読みます。翌朝バラムは起きて、バラクの高官たちに、あなた方の国にお帰りください、私があなた方と一緒に行くことを主が許されないからですと言った。モアブの高官たちは立ち去り、バラクのもとに来て、バラムは私たちと一緒に来ることを拒みましたと言った。このバラムとバラク、バラクとバラムの物語には不思議な、まあ、どう理解していいのかっていう難しいことがたくさん実はあります。ですね。大体私たちは聖書の人物にその模範的な信仰を見たり、もしくは模範的じゃない信仰をですね、見てこうじゃないようにしようと思うときにですね、まあ、大概はその人が、まあ、まあ、なんて言いましょうかね、これ分かりやすい表現として言うんですけどもね、神様を信じてる人なのか信じてない人なのかっていうですね、そういう、こう明確な区別の中でですね、その人の態度っていうのを見ていくんですが、このバラムという預言者は非常に不思議な人なんですよ。バラムはその誠の神様に仕える預言者ではなかったようです。明らかにですね。ですから私も今日は先ほどが異教の預言者という表現を使っています。でもバラムは誠の神様を知っていたようです。そして誠の神様の語りかけを聞ける人だったようですね。そしてこの時はバラムに対して神様がイスラエルを呪うなというふうに言うとですね、それに従うんですよね。ですからそこだけ見るとですね、本当に神様に従順な預言者、バラムは立派なこと言うんですよね。神様が私に教えてくれたことしか言いませんと。あなたはイスラエルを呪えと言いますが、神様がダメって言ったらできませんからってね、まあ、それだけ聞くと、非常に立派な人だなって。でも学んで いきますとですね、このバラムに対する評価は本当にこう二分しています。やはりこうお金に目のくらんでる人物だとかですね、しかも結果的にはこのバラムは異教の習慣持ち込んじゃうんですよ。24章まではこの話なんですが、25章でですね、結局はイスラエルの人々の中にこのバラムの持ち込んだ習慣が広がってしまってですね、偶像崇拝が広がっていくってことがあるわけですね。ですからバラム自身はその時イスラエルを呪うということはしないんです、しなかったんです。ですけれども彼は決して神様を信じるようになったとかですね、神様側の人として良い信仰を見せたって、そういう人でもなかったっていうね。でもその彼がここではですね、こう神様のもう支配に服しているっていうね、まあ何とも言えないところであるんですけれどもですね、とにかくこのバラムという人は異教の預言者でありながら聖書の神様の存在を知っていました。そしてイスラエルの神様がこの誠の神様であるということも分かっていたようであります。まあ少し学んでいきますと、このバラムの町ペトロというのはアブラハムの出身地と同じ地域なんですよ。ですからもしかしたらその神の存在というのはそこに知られていてですね、そしてバラムもそれを認識していたんじゃないかと。とにかくバラムはバラク王の要請に対して、この主、誠の神様であるところの主が許されないから行きませんと最初は伝えたんですね。その時にモアブのその王から使わされた高官たちは主君のバラクに対して何と言ったか、するとバラムは私たちと一緒に来ることを拒みましたとだけ言ったんですよね。まあその通りですけど、でも本当は誠の神である主が行くことを禁じたのでバラムは来ませんでしたというふうに言うべきであったんですね。でもそのことを高官は伝えてないんですよ。ただバラムは私たちと一緒に来ることを拒みましたと。まあモアブの人々はこの主、誠の神様を信じていないですから、まあ、無理もないことかもしれません。単に自分の交渉相手であるバラムが応じなかったっていうことだけを伝えたのは無理からのことですけれども、残念ながらこのモアブの人々もこれは神様がとどめておられるってことに目を向けることができなかったわけですね。バラムが単にそのもらうお金が褒美が少ないからですね、納得してないんだとか、そういうことではなくて、彼が知っている誠の神様がそれをとどめているっていうことを
まあ、モアブの人々も残念ながら見ることができなかった、知ることができなかった、認めることができなかったわけです。イスラエルがエジプトから出てきて、そして今守られて、周囲には強い王として知られていた人々も倒し、そして今このバラムがこのイスラエルを対して呪うことができないということ、それらはすべてこの誠の神様である主の働きなのだということに彼らは気づかなければならなかった。でもまあそのことを見ようとしなかった、気づかなかった、あえて無視した、わかりませんが、バラムは主がダメって言ってるから行かないんですって言ったのに、それはもう聞き漏らしたというかですね、要はバラムが来るかどうかしか彼らには関心がなかったんでありましょう。彼らは誠の神様の働きに気づかなければならなかった、それを見なければならなかったわけですね。私たちもいかがでしょうか。一週間過ごしてまいりましたけれども、あ、確かに神様がなさってくださったな、そんなふうにですね思える出来事を思い起こしているでしょうか。特にそういうことを感じなかったというのであればですね、ぜひもう少しですね、もう少し思い巡らしてみて、私もですけれども、あ、やっぱり神様がしてくださった、そんなふうにですね思える出来事を見つけることができるんじゃないでしょうか。またそのことをですね本当に見出しながら進んでまいりたいと願うことであります。3番目に申し上げたいことは、神様が祝福するところの神の民ということですね。12節、神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。その民を呪ってはならない。その民は祝福されているからである。先ほどからこのバラムとバラクの話はちょっと風変わりで不思議だというふうに申し上げていますが、それは3章にもわたってとても長いんです。ところがモーセもほとんど出てきませんし、イスラエルのですね人々のアクションについてもほとんど記されていないんです。そして常にバラクとその高官とバラム、そして神様とかもしくはロバとかに仕えてますね、そういったものがまあこう出てくる人物なんですね。しかしこれはとても大事なことを私たちに教えているし、またモーセがどうだったとか、そのことよりも私たちが目を向けなければならないことですね。それはこの物語が主なる神様がイスラエルを祝福しているゆえに、他の者はイスラエルを呪うことができないということを教えるストーリーだということですね。旧約聖書を読むときに一番大事なのは、イスラエルの民に対して神様がどうなさったのか、イスラエルの民が神様に対してどうしたのか、そこを私たちが読み取るべきだということを申し上げましたけれども、ここではバラムとかバラクとかロバとか天使とかいろいろいますけれども、要はイスラエルの民を神様が祝福しておられ、それゆえに他の者はイスラエルを呪うことができないということをですね、まあわざわざ教えるためにですね、バラムとバラクが何度もやり取りをすることを繰り返して、バラムは呪えませんと、呪えませんと、神様が祝福してるから呪えないんですってことですね、何度も何度もバラクに言うわけであります。このストーリーを読むときに、私は一つの新約聖書の御言葉を思い起こしました。今日読まれましたローマの8章の35節です。今日は35節だけをお読みしますが、実際には31節から39節までのですね、まあ、一段落全部をまたもし今日お帰りになってですねお時間があれば読んでいただきたいと思いますが、今日は35節だけを読みます。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。苦難か行き詰まりか迫害か飢えか裸か危険か剣かと、それらはもちろんキリストの愛から私たちを引き離すことができませんというのがこの8章35節の言おうとしていることですね。ここでこのバラクとバラムのストーリーにおいて、バラクは恐れに駆られてですね、そして非常に祈りというかな、呪いにおいて力があると考えられていたバラムを呼び寄せて、イスラエルを呪ってくれと、あなたが呪えば必ずイスラエルに災いが起きるはずだからとですね、そのように神の民を陥れようとしましたけれども、しかしそれは叶いませんでした。私たちの人生にもバラクのように私たちを陥れようとする存在、
まあ、それは個人的な誰ということではなくて、それはいわゆるサタンがというふうに言うことができるでしょう。神様から引き離そうとする存在です。そのようなものに対して十字架のキリストの愛が力強く私たちを守るということですね。また思い起こしたいと思うんですね。聖書のさまざまなストーリーの中で私が大好きなストーリーの一つに、今日は開きませんけれどもですね、ヨハネによる福音書の9章の物語があります。それは生まれつき目の不自由な人がイエス様によって癒されるという出来事なんですね。で、生まれつき目の不自由な人が、そこにいてですね、弟子たちとイエス様が通りかかった時に、弟子たちがこの人が生まれつき目が不自由なのは、両親が罪を犯したためですか、それとも本人が罪を犯したためですかっていう、そういう質問をするんですね。随分むごい質問だなと思うんですけどもですね、その時にイエス様が本人の罪のせいでもなければ両親の罪のせいでもない、神の栄光が現れるためだというふうに、おっしゃる箇所なんですよね。私たちの人生、さまざまな出来事があります。そしてですね、何か辛いことを経験するときに、やはりですね、誰のせいなんだって考えるわけですよ、ね、もちろん誰かのせいである場合もあります。実際にその誰かのせいであるから、それをね、こう正していかなきゃいけないということもあるでしょう。そして実際に自分のせいであることもあるわけですよ、ね、そういう意味では自分のせいであるならば、もちろんそれはそれでなすべきこともあるでしょう。でも、ああ自分のせいなんだと思ったときに取り返しのつかないこともあるんですよね。もう戻れない、もうそういうときに、これ自分の過去のあのことのせいでもう今こうなってしまったって言った時、もう取り返しがつかないって言った時、もう私たち慰めがないですよね。ただそれを甘んじて受け入れるしかない。でもそんな時に、神の栄光が現れるためだってイエス様がおっしゃってくださるわけですよね。そのようにこう自分で自分を責めるような出来事の中で、神様の愛が見えなくなるということを経験するんじゃないでしょうか。苦難か、行き詰まりか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か、でもそれらはキリストの愛から私たちを引き離さないんですよね。神様の栄光が現れるため、神様の愛が現れるため、今私たちが通っているところはそのことのためにありますと、このヨハネの9章では、このですね、目が癒されたですね、人は結局ユダヤ人社会から追い出されちゃうんですよね。するとイエス様がその人に会いに来るっていうね、非常にこう感動的なストーリーがあるんですけどもね、そのようにこう辛いことが続いている人のところにイエス様が会いに行ってですね、そして私を信じるかっていうふうに言われるんですけれども、さまざまな苦しみの中で何が悪かったんだろう、誰が悪かったんだろう、いや私が悪かった、もうそこには戻れない、そんなふうに思うときに、神様の栄光が現れるためです、キリストの愛が現れるためです、そのようにおっしゃってくださるんですね。イエス様に目を向けたいと思うんですね。イスラエルの民を呪おうとしてもですね、それは神様が許されなかったように、神の民である私たちを呪うことを許す存在はどこにもない。イエス様が私たちを今日も明日も変わらずですね、この1週間も守ってくださる、そのことを信じてですね、またこの1週間も歩んでまいりたいと思います。お祈りをします。愛する天の神様、あなたの尊い御言葉を感謝します。どんなものもキリストの愛から私たちのために本当に自らを犠牲にして十字架にかかってくださったあなたの愛から離すものはないと本当に感謝します。その愛が見えなくなることがあります。そんな時にあなたは御言葉を持って私たちの方に近づいてきてくださる方であることを感謝します。新しい週間もその主の愛を本当に期待しながら、また見えなくなる時になおあなたが近づいてきてくださることに信頼しながら歩み行こうと思います。お守りください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。